七クマ。俺は久保蓮太郎。ご覧の通り、クラスに一人はいる陰キャな男子高校生だ。高校に入学してから勉強に関すること以外でクラスメートと話したことはない。きっとこの先もないだろう。あ、ごめん、気がつかなかった。あ、ねえねえ、ももちゃん、今日こそ一緒にカラオケ行こうよ。無理だよ、今日部活だもん。その後でもいいからね。俺、君に言われた通り乾杯超練習したんだよ。そうなんだ。でも今日は無理、部活の後にカラオケなんか行ったら喉死んじゃうもん。そっか。あ、ももちゃん、君が食べたいって言ってたお菓子買ってきたよ。あー、ごめん、私今お菓子食べれないの。え、だってこの前食べたいって。ダイエット中なの。お菓子食べたいけど太っちゃうし。そんな。このわがまま放題の女子は姫野桃。チアリーディング部に所属していて、学校の内外問わず男子からモテまくっているらしい。自分の席に座っていても気づかれない俺とは真逆の存在だ。ほんとごめん、また今度一緒に食べようね。うん。自分はわがままを言っても許されると思ってるんだろうな。彼女はきっと卒業するまで俺の名前さえ覚えないんだろうな。そう思っていた。そんなある日、放課後俺が昇降口で傘を持って家に帰ろうとしていると、あ、久保君、ちょうどよかった。姫野に呼び止められた。傘忘れちゃったの。ねえ、ちょっと傘を貸して。は？俺は姫野を無視して歩き始めた。ちょっと、私雨に濡れちゃうんだけど。濡れたくないんだったら天気予報ぐらい見ろよ。え？こんなに雨が降ってるのに俺から傘をぶんどろうと考えるなんて、わがままにも程がある。驚いた。久保君っておとなしいと思ってたのに。はあ、最悪。その翌日、俺がいつものように席に座って本を読んでると、久保くん、姫野が俺に話しかけてきた。なんだ、昨日のことで文句を言いに来たのか。今日は降水確率 0% だったわね。は？そんなことをわざわざ言いに来たのか。ふふん。なんなんだその褒めてほしそうな顔は。母が天気予報を見たぐらいで褒めるわけないだろう。俺は姫野を無視して本に視線を戻した。ちょっと無視しないでよ。ももちゃん、どうしたの。別に、久保君に無視されたなんて恥ずかしくて言えない。今日は体力測定か。久保君って見た目からして運動神経悪そうよね。よし、久保君が 50m で B になったら声かけに行こう。俺はなんて足が遅いんだ。落ち込むことないよ。うちのクラスは男子足が速い人多いし。姫野さん、ありがとう。ってなって、二度と私を無視しなくなるはず。え？久保くんが1位？どうして久保くんが1番なの？は？何なんだ朝から。どうしてって、久保は中学時代は県大会にも出場してたんだぞ。へえ。短距離だけじゃなくて中距離も得意なんだよな。はい、今でもジョギングが趣味です。そうなんだ。っていうか待って、なんで私のことは無視するのに先生にはそんなに愛想いいの。内申点内申点。久保君のこと気になりすぎる。私をここまで無視する男子なんて初めてだわ。今日もお昼はぼっちで食べてるだろうから、私が一緒に食べようって誘えばさすがに断らないはずよね。久保、ちょっといいか。何？ここの問題がどうしてもわからなくて。え、今？俺まだ弁当食べてるんだけど。学校一のイケメン倉橋くんにその態度？そう言わずに頼むよ。これからサッカー部のミーティングなんだ。この通り。サッ
カー部のエースが手を合わせてる。仕方ないな。弁当が食べ終わったらその問題の解き方をまとめておくよ。ミーティングが終わったら取りに来てくれ。うわ、助かるよ。ありがとう。ねえ、もしかして頭いいの？はあ、またこの子か。ちょっとまた無視？間違いない。久保君は筋金入りのコミュ障で陰キャだわ。足が速くて頭がいいっぽいのにもったいないな。さすがの陽キャも度重なる無視は答えたようで、その後は話しかけてこなくなった。やっと諦めたか。まったく人の気も知らないで。俺が姫野に初めて会ったのは中学3年の秋だった。俺が所属していた弱小陸上部は初めての県大会に出場していた。部員以外誰も応援に来ていなかったので、完全アウェーの雰囲気の中大会は始まった。当然部員たちは緊張しまくっていて、思ったような成績を残せないまま最後の種目のリレーに。俺にバトンが渡った時はすでにビリだった。走り出しても前の選手のかかとさえ見えない状況で、俺はこれで俺の中学時代の陸上は終わるのか。虚しさを感じていた。頑張れ。そんな時、とある私立中学のチアリーダーの声が聞こえた。するとなぜか力が湧いてきた。これで終わらせてたまるか。俺は全力以上の力を出して前の選手を2人抜き、結果4位となった。チームメイトはとても驚き喜んでいたが、俺は驚きを通り越して呆然としていた。なんだか一人で走ってなかったように感じる。するとまた同じ声が。すごいすごい、あの子めちゃくちゃ速かったね。ちょっと他校の応援してどうするのよ。だって本当に感動したんだもん。それが姫野だった。あの子が応援してくれたのか。どんな子なんだろう。たったそれだけで俺は志望校を県立高校から、彼女がいるであろう私立高校へと変更した。それがまさかあんなわがままな女子だったとは、がっかりだ。それから数日後、その日も天気予報通り雨が降っていた。傘取られた。朝から雨だったから傘を差してきたのだが、帰る時になるとなくなっていた。はあ、最悪だ。あれ、傘ないの？そんな俺に声をかけてきたのは、部活終わりでチアの衣装を着ている姫野だった。放っておいてくれ。あ、初めて反応してくれた。私の傘貸してあげる。は？いいよ、君が濡れるだろう。いいよ、ほら。この前はごめん。え？姫野が傘を忘れた時、てっきり俺の傘をぶんどる気なのかと。はあ？そんなわけないでしょ。君はわがままだからそれぐらいするかと。え？私わがままなの？いつも男子に適当なことを言って振り回してるじゃないか。あれはあんまりにもしつこいからわざと無理難題を言ってるだけ。なるほど、かぐや姫みたいだな。もしかしてだから私を無視してたの？すまない、俺は想像の中で君を美化しすぎていたんだと思う。え？どうせ覚えてないだろうけど、俺は中学の時に君に会ってるんだ。中学3年の陸上大会。え？俺はその彼女に会いたくてこの高校に入学したことを白状した。本当に？ああ。私今すごくドキドキしてる。これまでいろんな男子に告白されてもこんな風になったことないのに。これが恋？は？俺は別に君に恋をしてるわけじゃ。あのリレーの時より心臓がバクバクいってる。もしかしてこれが恋なのか。いや、まさかそんなわけ。違う違う、私が恋してるの初恋かも。は？私も覚えてるよ。名前と顔までは覚えてなかったけど、私
久保くんの走りを見て本当に感動したんだ。ああいうシーンをまた見たいって思って高校でもじゃあ続けようって決めたの。ねえ久保くん。何ちゃんと反応してもらえるの嬉しいな。勇気出してカサカしてよかった。君に片思いしてもいいですか？ここで無視する？両思いになっても知らないからな。私着替えてくる。おう、じゃあ待ってる。うん。おはよう。おはよう。ママはご機嫌だね。うん、嬉しいことあったんだ。さては昨日の数学の宿題のことをすっかり忘れてるわね。いや、っていう私も今朝思い出してさっき終わったところなんだけどね。そうなの？ねえお願い答えを。友達に宿題をつさせてもらったりしたら久保くんに嫌われちゃうかも。かといって宿題忘れて先生に怒られてるところを見られるのも嫌。自分でやるんだ。写させてって言ってくるかと思ったのに。うん、同じクラスに好きな人がいるって大変。最初の問題からわからないんですけど。ごめん、私もあんま自信ないから教えられないわ。どこがわからないんだ？教えてくれるの？昨日の傘の俺だ。久保くん、やっぱり好き。レンタロウ、レンタロウ。ごめん、寝てた。昨日も遅くまで勉強してたの？うん、部活お疲れ。帰ろうか。うん。姫野の告白から1年後、俺たちは付き合い始めた。レンタロウはいつも頑張ってるね。姫野もな。彼女は今もチア部で活動していて、帰宅部の俺のこともこうして応援してくれる。まさかあの姫野と付き合い始めるなんて、1年前の俺は想像もしてなかったな。でも俺はもしかしたら中学3年の陸上大会の時にすでに俺は彼女に一目惚れしていたのかもしれない。そうじゃなかったら志望校を変えたりしないし、彼女が想像していたタイプと違うからって腹を立てることもなかっただろう。頑張ってるレンタロウにご褒美。え？ほら彼女がたまにこうして勉強が手につかなくなるような応援をしてくることだけが今の俺の悩みだ。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画七クマでは思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。